鎮火されました。火元のレストランは先日食中毒事件を起こし、私たちのことニュースでやってるわ。今回の火災困ったわね。ご飯できたからお父さん呼んできて。了解した。おい、最後の晩餐だぞ。家計は火の車が灰になったらしいな。どうかしたか、朝。なんで帽子の中を見ていた？何か見えるのか？相変わらず面白いこと言うね、朝は。そうだな、お父さんはこの帽子の中に満天の星を、宇宙を見ていたんだよ。嘘つけ、真っ暗だ。何も見えないじゃないか。本当か？城が見える。父上の城だ。城か、すごいな。たくさんの兵隊もいる。もう二人とも何してるの？さあさあ、舞踏会の始まりだ。その日から俺は